皆さんこんにちは。今回は阪神の大山雄介選手の広島への移籍が決定したのでご紹介していきたいと思います。阪神大山雄介内野手が今年4月に初取得した国内フリーエージェント権の行使を熟考することが13日分かりました。今季は不調による2軍再調整も経験しながらシーズン終盤は再び4番に返り咲きました。凡打でも全力疾走を貫くなど姿勢の面でもチームに与える影響力が大きい手法で、仮に行使すれば複数球団による争奪戦となる可能性が高く、球団は全力で慰留に努めるそうです。終戦後4番泰山選手は全責任を背負い込むように同じ言葉を繰り返しました。悔しいです、悔しいです、悔しい、だがそれでいい、開示です。レギュラーシーズンを2位で終え、最後は CS ファーストステージで DeNA に2連敗、厳しい表情のまま甲子園を後にしました。昨季は不動の4番としてチームを18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一達成に導きました。一方で今季は下半身のコンディション不良も影響し、開幕直後から不振が長引きました。打率が1割台に突入していた6月4日楽天戦には連続試合出場が227でストップ。翌5日からは約2週間の2軍再調整も経験しました。不振による2軍降格は6年ぶりの屈辱でした。それでも同月下旬に1軍復帰後は復調、5番起用を経てシーズン終盤には4番復帰し、最終的にはチームトップ、リーグ2位の得点圏打率3割5分4厘の勝負強さで打線を支えました。14本塁打68打点はともにチーム3番目の数字で、巧みなハンドリングで知られ、昨季ゴールデングラブ賞を獲得しました。一塁守備でも貢献度は高く、常に全力疾走を怠らない姿勢でもチームへの影響力はあります。近日中に誕生する藤川球児新監督の下でも絶対に欠かせない存在に違いないですね。4月20日に初めて国内 FA 権を取得、その際は講師について、今は目の前の試合をしっかり全力でやるだけと話すにとどめていました。今後はまず FA 権行使の有無について検討するとみられます。8年間過ごしたタイガースへの愛着は人一倍強く、一方で一野球人として他球団の評価を聞いてみたい欲求もゼロではないだろうと言われており、仮に権利を行使すれば複数球団による争奪戦も予想されます。球団は全力で慰留に努める方針です。阪神は4選手 FA 権を取得しており、4選手ともシーズン中は FA 権について具体的な意思を示すことはなかったのですが、チームの全試合日程を終えて改めて言及しました。原口選手はそこはあまり気にせずにいつも通りやっていましたと今季を総括しつつ、終わったばっかりなのでまだとコメントを残しました。坂本選手は終わったばかりなんでちょっとね、今はそれよりもこの悔しいって気持ちをまず噛みしめるというか、そういう気持ちがないと次も強くなれないと胸中を吐露し、糸原選手も終わったばっかりなんでと多くを語りませんでした。泰山選手は昨年オフの契約更改で球団側から複数年契約を提示されたものの、単年契約を結んだことが報じられており、 FA 権を行使すれば複数の球団が獲得に名乗りを上げるのは確実視されています。中でも長打力不足に悩む広島にはフィットする選手だろうと言われており、今季は期待されていた外国人選手がことごとく大外れ、4番に小園海斗選手や上本隆選手を起用するなど、新井貴浩監督は選手起用に頭を悩ませました。仮に大山選手が入団すれば強打の一塁手という広島の補強ポイントにピタリと当てはまるというわけです。スポーツ紙デスクはこう分析する。巨人は現有戦力で泰山の必要性を感じませんが、岡本和真がポスティングシステムで球団の許可を得てメジャーに挑戦するようだと状況がガラッと変わる。秋交友陣が一塁で後継者になってほしいですが、伸び悩んでいる坂本勇人を一塁にコンバートするという選択肢がありますが、泰山が FA 権を行使すれば獲得を検討する価値があるでしょう。ライバル球団も黙っておらず、4年ぶりの V 奪回を果たした巨人は主将岡本和真選手のポスティングシステムによるメジャー挑戦が現実味を帯びており、スラッガーの補強が不可避、潤沢な読売グループの資金をバックに札束構成を仕掛けてくる可能性は高いです。もし岡本選手がメジャー挑戦することになれば、
巨人はスラッガーの補強が不可避になります。大城選手は強打の捕手としては魅力ですが、一塁のレギュラーとしては攻守ともに物足りなく、一塁を守る長距離砲としてピタリと当てはまるのが今季 FA 権を取得した阪神大山雄介選手です。実績を見れば岡本選手の方が大山選手より上なのですが、プロ通算137本塁打をマークしている大山選手も魅力的な選手であることは間違いなく、コロナ禍により120試合制で開催された20年には自己最多の28本塁打をマークし、岡本選手とシーズン終盤まで熾烈なタイトル争いを繰り広げました。他球団のスコアラーはこう分析します。岡本、村上宗隆のような派手さはないですが、チャンスの場面できっちり走者を返す打撃タイトルと縁がないですが、広い甲子園球場を本拠地にしていることが影響しているでしょう。セリーグの在京球団でプレーしたら30本塁打を軽くクリアできると思います。大山が守れる一塁三塁のレギュラーを固定できていないチームは多いですし、 FA 権を行使するとなれば複数球団の争奪戦になることは間違いないでしょう。大山は昨オフの契約公開で球団側から複数年契約を提示されたが、単年契約を結んだことが報じられています。阪神を取材するテレビ関係者はチームに不満があるとかではなく、1年1年が勝負という思いが強いと思います。性格的にも冒険を好むタイプではないので、環境を変えず阪神に残留する可能性が高いと思いますが、阪神としても来季の V 奪回に不可欠な選手なので全力で慰留することになるでしょうと話します。大山選手が FA 権を行使すると永遠のライバルと形容される巨人阪神の球団間で争奪戦も予想されます。この2球団の間で FA 移籍が実現したことは過去に一度もないです。岡本選手のメジャー挑戦を巨人が今オフに容認するか、そしてその場合に巨人がどのような補強策に動くか、今年のオフは激動があるかもしれません。一方、資金力で劣る広島は新井監督の人脈に期待するしかなく、大山選手は2020年からバットのヘッドが投手寄りになるよう打撃フォームを変え、本塁打を前年の14本から28本に倍増させました。実はこのフォームは新井監督直伝のバッティング術であり、大山選手は新井さんの助言でバットをまっすぐ押し出すイメージで振り抜くことができたと語っています。大山選手は新井監督を師匠としたい、さらに新井監督の弟亮太氏の教え子でもあり、新井兄弟との結びつきは深く、新井監督が3個の礼を尽くせば来季赤ヘルをかぶる姿が現実のものとなるかもしれません。そしてたった今この瞬間に大山選手の広島への移籍が決定しました。大山選手は、わしが赤ヘルをかぶるっちゅうことはどうなるか分かってんのか、そうや、そういうことやね、ごっついやろ、この辺とかもごっついやろ、よろしくな東洋藩とコメントを残し、広島カープに入団が決定しました。いかがでしたか。今回は阪神の大山雄介選手の広島への移籍が決定したのでご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。